皆さんは新海誠監督作品の天気の子はもうご覧になられましたか？私はもう3回も見ました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は興行収入が公開3日で16億円を超えて今なお大好評、興行収入が前作君の名はを超えるペースの天気の子の話題です。勢いが止まらない。新海誠監督の待望の新作映画天気の子がついに2019年7月19日公開されました。前作の君の名はの大ヒットからその期待値は公開前から非常に高く、公開後も前作との内容の比較はもちろんのこと、興行収入にも注目が集まっていました。そしてなんと公開3日で興行収入が約16億4000万円に達したと発表され、公開から35日でなんと大台の100億円を突破し、今なお勢いが止まりません。ちなみに君の名はの日本での興行収入は 250.3 億円とのこと。海外では欧米での公開予定日もはっきり決まっていないようで、世界中にいる新海映画ファンはとてももどかしがっているようですね。日本はもちろん世界中の人を魅了する新海映画についてたくさんのコメントが寄せられました。その中の一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。オスカーにノミネートされてほしいな。それな。でもこの映画全世界にリリースされるのは2020年に入ってからなんだと。なんでやねん。なんで半年以上も待たされなきゃなんないんだ。英語とか他の言葉の字幕はいつもリリースが遅いよね。見る人がほとんど日本人だし、この映画のターゲットは日本人だよ。この映画を見た人いる？どうだったの？昨日見たよ。うん、バリバリ深海っぽかったよ。でも君の名はとはまた違う雰囲気だったな。楽しかったし、絶対また見ると思う。でもこの映画にランキングをつけるとなったらまだわかんないな。すごくいい映画だった。めっちゃ楽しみが続いていく感じ。音楽も最高だった。この映画を楽しみに待ってる人たちにアドバイスしたいことがあるよ。この映画が君の名はっぽくなるのを期待している人は、その期待は下げた方がいいかな。先週2回見てきたけど、少なくとも芸術の面では君の名はから新海誠は3年分良くなっていた。飛んでいるシーンと水は千と千尋の神隠しによく似てる。アニメーションはすごく良さげだから、お話が面白いことを願うね。早く見たいんだが、公式の公開はいつ頃なのだよ。映画？ 2、3週間前に日本、8月から9月の間に東南アジア、9月にオーストラリア、11月にイギリス、2020年にはアメリカ。絶対映画館で見ることができないと思うと泣ける。君の名はは日本公開から数ヶ月後にアメリカの劇場でも上映された。アニメが欧米で人気になるってのはめったにないことではあるが、まあ絶対ないことでもない。俺はアメリカに住んでるわけじゃないし、アメリカ人ならそりゃ劇場で間違いなく見れるだろうよ。俺はアジアの第三世界に住んでる。ここだとディズニーのアニメ映画すら公開は稀だ。ベトナムに来いよ。今月末上映だぞ。東南アジア民ならフィリピンで上映するし、ビザなしで来れるよ。君の名はほど感動しなかったけど、すごくいい映画だったよ。テンションも上がってる。多分新海映画のお気に入り2位か3位に入るね。映画見た後速攻ポスター買ったぜ。ラッドウィンプスはいつだって期待を裏切らないな。
ラッドウィンプスが楽曲を手掛けたっていうその事実だけでもこのアニメを見るつもりでいる。君の名は2？スタイルがすっごく似てる。悪い意味じゃないけどね。君の名は大好きだから。やれやれ、また泣いちまうぜ。私の意見としては君の名はと同じくらい素晴らしい映画だと思った。アニメーションが素晴らしかったし、あらすじも結構良かった。新海さんはストーリー、キャラクターの制作、本当によくやったと思う。登場人物は現代の日本に本当にいそうな感じだったし、楽しく見れた。でも所々のシーンがもう少し編集の仕方を変えた方がいいなって思うところがあったかな。新海さんの映画、人気が出てきてすごく嬉しいな。まだ3つしか見たことないんだけど、どれも泣かされたよ。欧米での公開予定っていつなの？アメリカでの公開は2020年の頭あたりらしいよ。僕は日本にいるんだけど、この映画のポスターはそこら中に貼られてるよ。プレミアの前なんて渋谷の一番大きな看板が天気の子だったんだから。この映画のこと全く知らないんだけど、君の名は並みに気持ちが盛り上げられてる気がするよ。早く見たいな。これっていいの？それともテンションが上がってるだけ？マジで待ちきれない。日本の映画館で見るなら英語の字幕ってあるのかな？私、日本でたくさん映画を見たことあるけど、アニメの映画で英語の字幕があるなんてかなりレアだよ。すっげえ面白かったぞ。個人的には君の名はより面白かった。多分期待に応えられるだろう。以上が海外の反応です。まだ見ていない海外の人たちの期待の大きさはすごいですね。もうすでに見た方々の反応もやはりいいようです。まだ見ていない方はご覧になってください。絶対おすすめです。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄へお願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。お待ちしてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。